宮沢優香君立憲社民の立憲民主社民の宮沢優香です質問の機会をいただきありがとうございます質問に入る前に末松大臣にお伺いいたします昨年10月4日に岸田内閣が発足して5ヶ月になりますが先日初めて末松大臣の所信を伺いましたそして本日ようやく 初信に対する質疑となりました就任5ヶ月目にしてようやく初信質疑を迎えた末松大臣のご所見を伺います末松文部科学大臣、えー、昨年の10月4日に文部科学大臣を拝命をいたしました、えー、本当に尖閣被災なものでありますけれども、えー、自分は、まあ 総理は聞く力ってよく力とよ言われますい、まあ、いろいろとご意見、ご指摘も受けておられますけれども、えー、私はやはり、現場を見に行くという、見る力というものを大事にしたいという、そのように感じてまいりました。えー、この5か月間で30箇所に及ぶ箇所を視察をいたしてまいりまして、まあ、いろいろと勉強させていただいたとい、さまざまな方々とお出会いしながら、いろんな 情報なり、えー、ご意見もたまったということでございます。えー、まあその中そういうことの中で今回大臣所信の中にまあ教育進化のための改革プロまあ改革ビジョンというのを発表するとともにですね所信にもその内容を盛り込ませていただいたというのは私の考えでございます、えー。今日の初めての委員会でありまして、えー、本当にあの。 目の引き締まる思いで緊張いたしております。しっかり頑張りたいと思います。宮沢優香君、はい。私からは大変遅かった、大変残念だという思いを伝えたいと思います。全国歩かれた30カ所以上行かれたと今おっしゃいましたけれども、国会でも待っておりました、私たちは。大臣の声が聞きたかった。就任したらすぐに私たちに大臣の所信を聞く。そんな私たちにも権利があったと思います。 ずいぶん遅くなったということを、私たち理解しながら、少しでも充実した委員会、進めさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、私たち立憲民主党がどんな立場で、今後の委員会審議に臨むのか、私たちの政策について少し述べたいと思います。私たち立憲民主党は、教育の格差を解消し、人への投資、未来への投資によって、我が国の将来を切り開き、すべての子どもと若者に寄り添う、 チルドレンファーストの政策を推進しますそして、社会全体ですべての子どもの育ちや若者の学びを支援します。日本は修学前教育と高等教育での公的支出を含めた教育支出のうち、家計の私,的あ私費負担の割合が他 OECD 諸国と比べて高くなっています。そこで 教育に関係する予算の確保、充実を図り、著しく低い日本の教育への公的負担を大幅に引き上げていきます。また、家庭の経済力に左右されず、誰もが同じスタートラインに立てる社会の実現を目指し、教育の無償化を推進します。さらに、日本の伝統的な文化芸術を継承し、発展させるために、発,生さ発展させるとともに、新たな 文化芸術の創造を振興します。また、文化財保護を強化します。今述べました政策に関する具体的な政策や、その他根本的な政策について、私たちはたくさんの提案をしています。時間の関係で全て申し上げられませんが、大臣、副大臣、政務官、文科省の皆さん、ぜひ私たちの政策にも目を通していただきたいと思います。そして、 子どもたちのために、お互いによく議論して、良いものはすぐに着手したいと思いますが、いかがでしょうか、大臣、野党の政策も聞く耳を持っていらっしゃい,ですい,らっしゃいますでしょうか、お答えください末松文部科学大臣あの先日の所信でも申し上げましたとおり、文部科学省が担当する行政部分が、いずれも人を教え、 育み、人のエッジや創造力を最大限に引き出すことによって国民の人生を幸せで豊かなものにしていくため、我が国の成長の源泉ともなる極めて重要な分野でございます。与野党問わず先生方のご意見、真摯に耳を傾けてまいりたいと思います。あの先ほどどこ先生から沖縄予算をつけるべきじゃないかという話がありましたけれども、これは先生の立憲民主であれ。 国民民主党であれ、多くの皆さん方からご意見を頂戴をいたしております、方向性においては、私は同じ方向を向いているんじゃないかなということ、そういうことを思います、えー、水岡先生とも時々こういった話もさせていただくこともございますので、えー、遠慮のないというんでしょうか、汚い,ないご指摘を頂戴できればなということを思います。くかん宮 ありがとうございますぜひ、議論をさせていただきたいと思います。それではまず大臣に、根本的なことをお尋ねしていきます。大臣は、子どもの教育とはどのようにあるべきとお考えか、お尋ねします政末文部科学大臣、えーあのまあ。子どもは国の宝、教育、国の礎でといいます。 急速なこのデジタル化、コロナ禍で生活様式の変化など、子どもを取り巻く環境ってずいぶん変わってまいりました、でこうした中で、どのような教育政策を進めようとしているかということで、実はその私、先だって、教育進化のための改革ビジョンを公表いたしました、その理念の一つに挙げておりますのが、あの大変難しいことでありますけれども、私の目標としては、誰一人取り残,取り残さず、 個々の可能性を最大限に引き出す教育従いまして障害のある児童生徒貧困不登校虐待等の困難を抱える児童生徒、えー、ギフティッドと言われますけれども得意な才能のある児童生徒個々のニーズに応じた学びの提供ができればなと推進したいなってことを思うわけですけれどもこれまで、えー、学校が十分な教育や支援が行き届かなかった子どもに対する 教育の機会の保障をしていきたいと思うんですけれども、それは財政的な制約もあるかもしれませんし、考え方の問題もあるかもしれませんけれども、そんなことは強い願いでございます。自分もまあ子どもおりますんで、えー、保育園にも通わせ、幼稚園にも通わせ、いろいろと学ぶことは親としてありがとうございました。宮沢裕佳君。ありがとうございます。 昨日の予算委員会でも質問いたしましたが、大臣にもぜひお答えいただきたいことがあります。子どもの意見表明権についてどう思われるでしょうか。私たちは子どもの成長に応じて、子どもの意見を聞く機会と、子どもが自ら意見を述べる機会を設け、その意見を子ども政策に反映するさせるべきだと考えています。いかかがでしょう松文部科学大臣 あのお答え申し上げます。あのいわゆる子どもの意見表明権につきましては、子ども政策の,その推進体制に関する基本方針、えー、令和3年の12月に閣議決定しておりますけれども、えー、子どもの視点に立った政策の企画立案、総合調整を行うため、子どもや若者から直接意見を聞く仕組みや場作りを検討していく旨が示されたと聞いてございます、まあ、そのことを承知いたし,いたしてございます。 でまた各党の中で議論をされます、子ども基本法の中で、この子どもの意見表明権については、今、さまざまな議論があ、ああ与野党の中でも、特にまあ与党の中でもいろんな意見が交わされてございます。で教育基本法におきましては、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことが教育の目標とされていまして、子どもの年齢や、 発達段階に応じて意見を表明することは教育上重要であると考えてございます、えー、そういう点におきまして私としましてはまず各党の先生方のご意見を十分注視していきたいというそういう考え方でございます宮田裕香君はい、ぜひ前向きにお願いいたします資料をご覧くださいこの資料も昨日の予算委員会で配布したものです 先日、子ども基本法の成立を求めるプロジェクトチームの皆様からいただいた要望書の中の情報です。ユニセフの子どもの幸福度に関する調査2020の結果です。先進国38カ国のうち、日本は身体的健康が1位なのに対し、精神的幸福度が37位で、その詳細データによると、生活満足度が下から2番目。 自殺率、15歳から19歳が高い方から12番目となっています。社会的スキル、すぐに友達ができると答えた子どもの割合も下から2番目となっています。生きづらさを感じている子どもが多くいることが分かります。大臣、子どもの精神的幸福度37位という結果について、ご所見伺います。松文部科学大臣、えー、一昨年年の令和2年9月3日に ユニセフが各国の子どもの精神的幸福度、身体的な健康、学力、社会的スキル等の観点から、子どもの幸福度を数値化した調査結果を公表したことは承知をいたしてございます。先生からもこの資料をいただいたわけですけれども、で一口にまあ幸福度と言いましても、その文化、価値観が異なる国との比較でございますので、 順位について単純な評価は避けたいと思うんですけれども、文部科学省としましては、この結果を一つの参考として、今後の施策に生かしたいと考えてございますで。先日2月7日、中央教育審議会におきまして、次期教育振興基本計画の策定に向けまして、渡辺会長に諮問をいたしました際にも、子どもの幸福度の観点も踏まえた、先生が今ご指摘されたこの幸福度を踏まえた議論をお願いをしたところでございます。 先生からもあのこのことについて念頭に置いた審議をされるというように私は理解をいたしてございます文科省としては引き続き、えー、子どもに関する施策の充実に努めてまいりたいと思います宮崎委員長 はい、私はこの結果について、やはり子どもの意見表明権、子どもが自分の考えを述べる、そういったことが幸福度につながっていくと思いますので、ぜひご検討をお願いしたいと思います。資料の右側をご覧ください、15歳から19歳の若者、10万人当たりの自殺率が38カ国中、高い方から12番目です。すぐに逮捕しなければならない。子どもたちの命を救わなくてはなりません。大臣自殺を防ぐために 学校内の対応はどのようになっていますか、お答えください末松文部科学大臣。えー、直近でと、子どもさん実施された方が499人おられたかなというように記憶をいたしてございます。であの ユニセフの調査におきまして15歳から19歳までの若者の自殺率が38カ国中高い方から12番目だったことは聞きました若者が自ら命を絶つというのはもう本当にあってはならない悲しい出来事でございますで昨年6月にこの児童・生徒の自殺予防に関する有識者の会議この審議のまとめにおきまして今後講ずるべき施策としては SOS の出し方に関する教育を含む自殺予防教育の充実と、それに必要なマンパワーの確保、それと、悩みや不安を抱える児童・生徒のやはり早期発見と対応、これに向けました ICT の活用、関係機関と,とのです、ね、連絡体制の構築などが挙げられました、あの先立だって衆議院でも話をしましたんですけれども、あのタブレットからですね、えー 君ならどうするかっていな多分子供さんがそのタブレットを見るんですけど、君ならどうするかという問いかけをするらしいんです、動画コンテンツがあってまして、で大阪大学がこれを開発をしまして、そういうことで、それに対して反応を見て、AI が分析して、非常にリスク要因を持ってたら、学校側の先生にです、ね、そ連絡が行くというような、そういうようなものの開発をされており、伺っております。こ、まあ、こうしたことも一つの,この AI、ICT を活用したものになってくるわけなんですけれども、それと文部科学省としては、このまとめを踏まえましてです、ね、そのスクールカウンセラー等の拡充と、やはり、えー、今申し上げましたように、端末を効果的に活用して、心身の状況把握に関する調査研究とか、えー、取り組み事例の普及などを取り組んでいきたいというふうに、そのように思います。 自殺の対策の取り組みに関する調査を実施しましてその結果を周知することによりまして各大学に対してより学生から相談しやすい体制の構築とか学内学外の組織、えー、専門家との連携などさらなる取り組みの事実をお願いしているところでございます宮沢由華君はい、これも子どもの意見表明権すごく大事だと思うんですね実は私の知り合いのお子さんが通う高校で自殺の 連鎖がありました。自殺が三件続いたそうです。学校内における自殺の連鎖対策、連鎖防止の対策はありますでしょうか。西松。西松文部科学大臣。あの連鎖を断つというんでしょうか。うん これを当然まあ命の大切さということを当然教えなきゃならないということみんなに伝えなきゃならないということ私はまあそのことが一番大事かなってことを思うんですけれどもやはり心の悩みというのをきちっとまあ現場が捉えるようなことができないかどうか SOS をどういうように発信しているかということを的確に捉えることができるかどうかということにかかってくると思います。今言っっっったたたよううににに子供にととてですねえそういった悩みがあきは その気づきをして、その上でいち早くマスクルカウンセラーさんに相談をするとかいったような、そういった体制をやっぱり地道にやるしかないだろうと、私はそういうふうに思っているものです、非常に難しいご質問かなということ、人の心の中までどこまで読み取れるかということは、本当に難しいことだと思ってございます。宮君ありがとうございました子どもの 自殺予防、また連鎖に対しては、やはりあのこれからしっかりとプロジェクトチームをすぐに結成して、そして子どものメンタルケアを進めていただきたいと思います。立憲民主党は、子どもの権利利益を保護するため、子どもの現状に関する調査、子どもの権利利益の代弁、行政機関に対する監視等の権限を有する独立性が確保された機関として、子どもコミッショナーの設置を目指しています。 自民党内では、伝統的な家族観を重視する議員の中から、子どもの権利を過度に重視し、教育上の影響が出るとの意見があり、設置に後ろ向きとの報道もあります。大臣は、子どもコミッショナーについて、どのようにお考えでしょうか清松文部科学大臣。私、今、子どもコミッショナーのですね、つきましての議論。 与野党内でまあいろんな議論がございます、その議論を私は今、注視をいたしておるところであります、まあ、あの独立機関としてです、ね、このコミッショナー設置をどう設置してはどうかという話があるんですけれども、党、まあ、内議論を見ておりましても、まだあ一つの形、こうだろうということは見えてまいりませんので、今のところ、その子どもの真ん中においた議論を深めることが大事でございますから、 まあこのこコミッションなっていうことが必要であるかどうかにつきましては、いろんなご意見を頂戴した上の中で一つの結論が得られるものであるというように私はそう,う,うに思ってございます。えー、客観的になりますけれども私の意見は今そういうことでございます。宮沢優香君。はい、子どもコミッションは絶対必要です。ぜひよろしくお願いします。それでは次に先生方の働き方について質問いたします。 子どもたちが安心して学べるためには、子どもたち一人一人のしん、一人一人と真剣に向き合っている先生方の処遇の改善、環境づくりが何よりも大切です。私たち立憲民主党は、教職員の働き方改革は、早急に対応しなくてはいけない課題であり、子どもに向き合うための環境づくりを進めるため、給特法の廃止を含めた見直しや、下配教員やスタッフ職の増員を推進し、持ち事業時間に、 持ち授業時間に上限を設,置設定し、教職員の時間外労働、長時間労働を是正すること、教職員がいじめや不登校などさまざまな状況に置かれている子どもとしっかり向き合う時間を確保するため、教職員定数の充実を図ること、労災認定基準を上回り、OECD から世界一多忙と指摘された教職員の勤務環境の改善をすること、部活動の 地域クラブなどへの段階的移行することなどにより、教職員の多忙化を解消していきたいと考えています。そこで質問いたします。学校現場の教職員の残業の実態についてご説明ください。白衣初等中等教育局長お答えいたします。文部科学省が実施した平成28年度の教員勤務実態調査等を踏まえ、推計いたしますと、時間外勤務につきましては、 小学校で月約59時間、中学校で月約81時間程度となっておりまして、まあ、厳しい勤務実態であるというふうに承知をしております。あの文科省において実施しております教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査の結果では、時間外勤務は平成30年度以降、おおむね改善傾向にあり、 学校における働き方改革の成果が着実に出つつあるもののですねやはり依然として、えー、長時間勤務の教職員も多く引き続き取り組みを加速させていく必要があるというふうに認識をしております、えー、教師の勤務実態が改善されるよう国学校教育委員会が連携して教師が教師でなければできないことにですね 全力投球できる環境を整備するため、引き続き全力で働き方改革を強力に推進していきたいと考えております宮沢優香君、はい。残業時間の調査には、家庭での持ち帰り時間の時間は含まれているでしょうかお答えください白井局長。この調査の中ではあの、持ち帰り時間は含めておりません、含まないということでございます。宮沢優香君大臣 家庭への持ち帰りはつまり認めない、でも業務をこなしてください、あまりにも現場の先生方の実情を考えていないではありませんか、そもそも、家で残業しなければならない状況に陥っているのは、いろいろな書類作成や課外活動等の影響があるのではないでしょうか、現場の先生方は一体どうすればいいのでしょうか清松文部科学大臣。 あの働き方改革教師の働き方改革とは私は、えー、最優先の課題の一つであると認識をしておりますで先生のゆとりがなければ子どもにゆとりを与えることはできないそういうように私なりに考えておるところでございます、えー、私の知り合いの教師もまあ超過勤務は残業は学校は認めないんで えー、タイムカードをやっぱりけ入れますんでね、それが市の教育委員会に行きますから、うん、そうしたら、何をやったかといったら、結局、教師は家に仕事を持って帰るんですよね、まあ、これって実態としてどうかということ、このことは幹部にも指摘をしたことはございます、それほど厳しい実態があるということは、私なりの認識はございます。えー、小浦先生質問は <laughs> あ先生でね、えっと、まずやはり教師として働き方改革していく上では当然、給与の問題勤務体制の問題このことについて、まあ、令和4年度に今年度です、ね、勤務実態調査等々も行ってまいりますのでこの点をきちっと参考にしながら対応していきたいということそのことも思います。まあちょっと と通告の話とはちょっと異なったかなと思っておりましたんで、そういう,うお伺いでございます。い君一体どうすればいいんですかと伺いました、先生、現場の先生方はどうすればいいんですかというご質問をしましたがあの、もう結構です。大臣は先生方の残業代、給特法で賄いきれない分はいくらぐらいになるとお考えでしょうか末松文部科学大臣。えー 教師にです、ね、支給される教職調整額ですけれども、まあ、昭和41年度に行った勤務実態調査の結果、あの1ヶ月あたりの残業時間が8時間程度になっていたことを踏まえたものでございます。まあ、当時、もうだいぶ昔でございます。でお尋ねの教師にです、ね、時間外勤務手当を支給することとした場合の下につきましては、公立学校の教師はその自発性。 創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるのか切り分けたいという教師の職務の特殊性等から、勤務時間の内外を包括的に評価するものとしまして、教職調整額が支給されていることで、教師の時間外の業務につきましては、超過勤務命令に基づくものと、自主的な、自発的なものが混在していることながら、現状の 勤務実態をもって直ちに教師の時間外勤務の給与上の評価を行うことが困難でございます。文部科学省としては、これまで推進してきました学校における働き方改革の成果等を踏まえつつ、令和4年度に実施予定の勤務実態調査におきまして、教師の勤務実態の働き方改革、進捗条項をきめ細かく把握する予定でございます。そのの結果を踏まえまえして給 法制的な枠組みを含めて検討してまいりたいとそういうふうに考えてございます宮沢医科君検討してまいりますっていう時じゃないんですよね先生たちの残業代1兆円との指摘もありますいかがでしょうか白井局長ただいま大臣に答弁いたしましたように 現状の勤務自体をもって直ちに教師の時間外勤務の給与上の評価を行うことは困難ではございますがなおあの過去の中教審におきましてあの文部科学省の方からあ平成28年度の勤務実態調査の結果等をもとに推計するとお3分の1の国庫負担ベースで3000億を超える金額3分の1でございますのでしたがって、まあ、9000億ぐらい が、まあ、教職調整額必要になるんじゃないかと回答したことはございますが、まあ、必ずしも正確な筋ではございません宮沢ゆ香君、はい。今回、提出法案にある免許更新制に変わる新しい研修制度はどのようなものでしょうか、えー、確認ですけれども、研修は労働時間内に行うものか、大臣から明,快明確なご答弁をお願いします藤原総合教育政策局長。はいえー 昨年末の中央教育審議会の審議まとめにおきまして、社会の変化やオンライン化の進展等による研修環境の変化を受け、教師の学びの姿も変化することが必要であるとの指摘がなされているところでございます。具体的には、教師自身が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職障害を通じて探求心を持ちつつ主体的に学び続けること、一人一人の教師の個性に即して、 学校現場の課題に対応するための個別最適な学びを進めること、単なる知識技能の習得だけではなく、各学校において行われる校内研修等の現場の経験を含む同僚との学び合いなどを通じて、教師としてふさわしい資質能力を身につけられるような共同的な学びを進めると、こういったことが求められているところでございます。このたため文部科学省といししましては 大学等が開設する質の高い有料な学習コンテンツを一元,一元的に収集、整理、提供するプラットフォームの構築や教職員支援機構が提供するオンデマンド研修動画の活用促進等を通じた研修環境の整備を行うとともに教育委員会に対して研修等に関する記録の作成やそれを活用した資質の向上に関する 指導助言等を義務付けるなどの新たな研修システムに移行するため、今国会に関連法案を提出したところでございます。具体的な内容としては、各教育委員会学校において、研修内容の充実や校内研修の活性化などを進めるとともに、校長等の管理職が、機種面談や期末面談の機会を通じて、教師自身の過去の研修等の記録を活用しつつ、今後能力を伸長させる必要がある分野などの研修の受講について、 指導助言を行うこことととしていいるところでございま,すまた、勤務時間内に行うのかというご質問でございますけれども、職務としての研修は勤務時間の中で行われることが前提でございます。 具体的には、各教育委員会が主催する研修や、教師間での共同的な学びとして、各学校において実施されている校内研修は、勤務時間の中で実施されているところでございます。その上で、教師は職責の遂行のために、絶えず研究と収容に努めることとされているわけでございますけれども、自らの資質能力向上のために、勤務時間外の時間を活用して、自主的に研修を受講するということは、これはあり得るものだというふうに考えているところでございます。 宮君はい、ただでさえ、忙しい教職員、そして残業を家に持ち帰っている、実際には持ち帰っている、その教員に対して、さらに研修をというお話でございますけれども、研修にオンデマンド型講座をお考えでしょうか、忙しい先生方はどうしても資料を家に持ち帰って、講座を聞くことになりかねません。それは労働時間外に研修をすることになります。時間外労働を防ぐためにどのような対応をされますか、お答えください。 藤原局長え、研修には対面集合型の研修オンラインでの同時双方向型の研修それから今ご指摘のありましたオンデマンド型の研修など様々な実施方法が考えられるところでございますえ、これらの様々な対応の研修につきましてえ、研修効果が最も発揮されるよう 適切な組み合わせで行えることが重要であり研修を企画実施する者の,の判断によりオンデマンド型の研修を行うこともあり得るとこういうふうに考えるところでございますただ先ほど申し上げましたようにオンデマンド型の研修であっても職務としての研修は勤務時間内に行えることが前提でございましてこうしたことをしっかり周知をしてまいりたいと存じます宮沢優香君時間内にオンデマンド型の研修を行うそれには教師が足りませんただでさえ教師が足りない中で オンデマンド型の研修を時間内で行っているときの、その教師の対応、どうするんでしょうか、大臣、やはり教職員の数が足りない、下配の先生の数が足りないことが先生の残業問題の根本にあると考えます。教職員の定員に関して、大臣のご見解を伺いたい、先ほども検討しますとおっしゃいましたけれども、具体的に何をされるのか、お答えください清松文部科学大臣。 お答え申し上げます、えー。学校におけるこの働き方改革にも資するように、これまで、えー、教職員定数の改善は図ってきておりますで。令和4年度予算案におきましても、小学校第3学年の学級編成の標準を35人に引き上げ下げるために必要な3290人であるとか、あるいは通級によるこの指導等の充実に必要な370人の基礎定数の改善を盛り込んでございます。 あのまた、専門性の高い教科指導を行い、教育の質の向上を図るとともに、教員の持ち込ま数の軽減などを学校における働き方改革を進めるために、小学校の高学年の教科担任制の推進に必要な1030人の下配定数の改善も盛り込んだところでございます。今後とも持続可能な学校の指導体制の強化、充実を図るために、引き続き、 教職員定数の改善に努めてまいりたいと思います。コマ数はまあ5コマを目指したんですけれども、3.5コマ、4年間ですね、これから改善していくんですけど、3.5コマまでは減らすことにつめれるように努力をいたしているところでございます。宮沢由和君。はい。次に教職員の定年延長について伺います。定年延長について今後の対応について教えてください。白井局長。 お答えいたします令和5年4月1日の改正地方公務員法の施行に向けまして、任命賢者である各教育委員会においては、定年の引き上げとこれに伴う諸制度を円滑に実施できるよう、条例や規則等の準備を進める必要がございます。条例等で定める必要がある事項や制度の運用などについては、総務省から各地方公共団体に対して、国家公務員の定年引き上げの 検討状況も踏まえつつ、順次、情報提供が行われておりますので、文部科学省におきましてもです、ね、各教育委員会に対して、そうした情報を周知するとともに、各教育委員会からの個別の問い合わせに対して、逐次対応しているというのが状況でございます。あの文部科学省といたしましては、引き続き、各教育委員会に対して必要な情報提供を行うとともに、各教育委員会が改正法の趣旨に沿った対応が可能となるよう、 総務省とも連携しつつ、必要な助言としてまいりたいと考えております。宮崎由佳君。はい、定年延長をした際に、複数の年次で退職金の支払いがない年も出てきます。その分の予算を子どものための政策に使うべきと考えます。加配の予算措置ができないものか、大臣のご見解をお願いします。末松文部科学大臣。あの、教職員のですね、退職手当につきましては。の他の地方公務員と同様。 実はその一般財源として地方財政措置が講じられているところでございます。で各地方自治体における各年度の人件費は、その時点での給与水準および職員数によって決まるものでございまして、将来の人件費について、現時点で見通すことは困難ですが、定年が延長された場合でも一定数、定年前に退職するものも発生することが考えるところでございます。で私ししてはしましては 各自治体が地域の実情とかあるいはニーズに応じまして教育予算の充実確保を図ることを期待してございまして文科省としても必要な支援を行ってまいりたいと思います宮沢優香君はい。え次に役職定年について伺います各地域によって課題が違うことは承知しています文部科学省は役職定年についてどうお考えでしょうか白衣局長 役職定年についてでございますが、定年を引き上げる中で、若手中堅総職員の昇進機会の減少による組織の新陳代謝を阻害し、公務の能力的な運営に支障を生じ恐れがあることからです、ね、定年の引き上げによる高齢者の職員の知識、技術、経験等の活用を図りつつ、組織全体としての活力を維持するために、役職定年制が設けられるものというふうに承知しております。 そのため具体的には校長、を僚級校長等の管理職につきましては、原則として60歳で管理職でなくなりますが、一方、現在でもですね、退職した際に校長等の管理職であった者が、管理職として再任をされる例も見受けられるところでございまして、地方公共団体によっては、役職定年を原則どおり適用した場合、校長の欠員の補充が困難となり、支障が生じることも 考えられるのではないいかというふうに認識しております改正地方公務員法では、役職定年による移動により、欠員の補充が困難となることなどにより、公務の上に著しい支障が生じる場合には、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例が設けられております。各地方公共団体の事情に応じて、適切に対応いただきたいと考えております。文科省といたしましままてはあの地域の実情を踏まえながら 改正法の趣旨に沿った対応が可能となるよう、総務省とも連携しつつ、各教育委員会に対して必要な情報提供をしてまいりたいと考えております宮沢優香君、はい。地域によっては、今まで校長、教頭先生だった方が担任に戻られる、そうなると他の先生はやりにくいのではないでしょうか、また部活動の指導も担当することになれば、その担当ができない場合には、若い教員にしわ寄せがいくのではないでしょうか、そのような心配も生じます。 地域任せにせず、文科省が先頭に立って、選択肢を提示するべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。末松文部科学大臣、えー。教職員の役職定年につきましては、任命権者でございます、各教育委員会が主体的に検討すべきことがあると考えておりますが、先生ご指摘のように、各教育委員会での検討に資する情報提供を行うこと、大変重要でございます。でこのため、文部科学省では、 学校の管理職が、役職定年の例外となることや、あるいは役職定年の例外措置として設けることができる場合などの制度の運用上、必要となる事柄につきまして、各教育委員会に丁寧に周知はいたしてございます。でいずれにしましても、役職定年制を含めまして、定年の引き上げに伴います 様々な制度上の運用にあたってはですね、各地域の教職員の年齢構成とかあるいは人事管理等の実態を踏まえまして任命権者であります各教育委員会の権限と責任においてご検討いただくことと考えてございます文科省としては引き続き各教育委員会におきまして地域学校の主張を踏まえながら改正法の趣旨と言いました対応が可能となるようにこれは総務省と 連携しつつ必要な助言等行ってまいりたいと思います。宮澤由香君、はい。先生方の働き方と定年延長。今こそ現場の先生方のご意見を伺いながら、先生方が安心して余裕を持って子どもたちの向き合える子どもたちに向き合える教育現場にすべきと思います。過酷な労働状況から先生方の人権を守り。 それが子どもたち一人一人の個性を大切にすることに直結すると申し述べて、次の質問に移ります。医療的ケア児の支援について伺います。私たちは、医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律にのっとり、単の吸引や経管栄養などを必要とする医療的ケア児の支援を拡充していきます。医療的ケア児の保育や学校教育等を受ける権利を保障するために、看護師を、 保育所や学校等に配置することや、研修を受けた介護福祉士等を学校に配置するための環境整備を進めるとともに、通学支援などを拡充し、希望する学校等に通学しやすい環境を整えます。医療的ケア児を家庭だけでなく、社会全体で支えるための支援事業を拡充しますと、私たちは政策を打ち出しています。医療的ケア児への支援の現状について伺います。 白衣局長お答えいたします。現在、学校において日常的に痰の吸引や経過栄養などの医療的ケアが必要な子どもは約1万人おりまして、その数は増加傾向にあるとと,ともに、まあ、あの今、 ご指摘たました医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律が施行されたことを踏まえまして、学校における医療的ケア児の受け入れ体制を整備していく必要があるというふうに認識しております。あの文科省におきましては、学校において医療的ケアを行う看護師を、学校傾向施行規則において、医療的ケア看護職員として、その名称および業務内容について位置づけをすると,とともに、令和4年度予算案におきまして、 医療的ケア看護職員の配置にかかる経費について、3000人分まで拡充して計上しているところでございます。小中学校等における医療的ケアの実施体制の整備充実に向けまして、学校の実施体制の構築や医療的ケアの具体的内容について取りまとめた小学校等における医療的ケア実施支援資料を作成、公表するとともに、医療的ケア児を受ける体制の在り方について、調査研究をさらに実施するなど、 さまざまな取り組みを行っているところでございます。宮沢裕加君。はい。ありがとうございます。でもなかなか支援が進まない現状が私たちの耳に届いております。大臣のご所見をお願いします。西松文部科学大臣。あの近年全国の学校で医療的ケアが必要な子どもさんが非常に増加傾向にございます。こうした中で昨年9月に医療的ケア児およびその家族に 対すするるる支援にに関する法律が施行されたことを踏まえまえして学校における医療的ケア児の受け入れ体制の整備をしていく必要があると考えてございます先日の所信でも申し上げましたが文部科学省としては学校における看護師の配置にかかる補助金の拡充も含めまして医療的ケア児に対する支援のさらなる充実に向けて全力で取り組んで,いる取り組んでまいりたいと存じます 先立って横浜の楠野小学校にも参りまして、まあ、そこはあの医療的ケア児、積極的に対応している学校でございまして、導、ま、尿、あの様子なんかをちょっと話をお伺いしてまいりました。大変ご苦労いただいていることを頭に置いて、私なりの務めを果たしてまいりたいと思います宮沢優香君。はい、いいいお願いしまますす次にに長期入院等の子どもへの子へ支援について伺います 私たちは、闘病中の中高生の学びの支援として、全国の小児がん拠点病院に後頭部を設置し、長期入院中の私立学,生私立学校生にも、院内学級との二重学籍を認めるとともに、院内学級への教,教員配置を増やすなど、綾世代、思春期、若年青年のがん患者の学びを保障しますとしています。 長期入院等の子どもへの支援の現状について伺います白井局長病気療養中等の児童生徒については平成30年度の調査によれば平成29年度において約8000人いらっしゃいます児童生徒が在籍している学校の約9割以上が学習指導や学習支援相談等の支援を行っております具体的にはあの。 病院内に設置されている特別支援学校の文校分校文教室や小中学校の特別支援学級等における対面授業あるいはベッドサイドへの訪問指導 ICT を活用した遠隔教育など実施されているところでございます文部科学省ではこうしたあの病気療養等により長期入院等をしている児童生徒に対する教育保障を より推進するため、平成28年度からの教育機関と医療機関等の連携による教育支援体制の構築、ICT を活用した遠隔教育の有効な活用方法などの調査研究を自治体に委託して実施するとともに、その成果をです、ね、発信して、横展開していくべく努力をしているところでございます。引き続きき続取組を進めてていきたいたと考えております宮沢由加君、はい 大臣のご所見を伺います政松文部科学大臣、えー、病気療養とのため、えー、長期入院等をしている児童生徒さんに対しましてはこれまで、えー、病院内の教室とかベッドサイドへの訪問等において授業や学習支援を行うことなどによりまして教育の機会の確保には努めてまいりました、えー、先日所信で申し上げました通り私としては ICT を活用しつつこうした子どもたちへの支援に さらに力を入れていきたいとは考えてございますでこのため来年度予算におきましては先ほど参考人から政府参考人から申し上げましたように遠隔教育の調査研究を引き続き実施するほか ICT のさらなる活用の促進に向けて検討を進めてまいりたいとそのように思ってございます宮沢由加君はいよろしくお願いします次にジェンダー平等教育についてお伺いいたします私たち立憲民主党は 誰もが多様な生き方を選択できるよう、ジェンダー平等教育と LGBT への理解を促進し、理解を推進し、当事者の子どもたちが適切な支援を受けられる体制づくりに取り組むとしています。政府の取り組みの現状について教えてください。藤原局長、えー、全ての個人が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる 男女共同参画社会の実現に向けて、女性の活躍推進のための関係環境整備が重要でございます。このため、文部科学省では具体的に、児童・生徒の発達段階に応じて、社会化などで男女の平等や、男女の相互理解と協力の重要性等についての指導を実施しております。また、教員が固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込みに気づき、 指導を改善するための研修プログラムの普及を行っておりますまたさらに小中学生を対象に固定的な性別役割分担意識解消の理解を深めるための教材を作成するとともに保護者向けの啓発資料を作成をしているところでございます今後関係省庁地方国団体等と連携しつつさらにこうした施策を推進してまいりたいと存じます宮田優香君 はい、大臣に伺います大臣はジェンダー平等教育について、どのような所見をお持ちでしょうか、さらに LGBT への理解を促進する必要性について、併せてお答えください生松文部科学大臣。えー、男女が互いにこの人権を尊重しつつ、責任を分かち合って、まあ、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会。 を構築するため教育の発達役割大変重要でございますでそのため文部科学省では児童生徒の発達段階に応じまして男女の平等や男女の総合理解と協力の重要性について、まあ、指導の実施をしておりますで教員が固定的なその性別役割分担意識やあ自ら無意識の思い込みに気づきですね指導を改善するための研修プログラムの普及 あるいは学校における女性管理職の登用推進など、こうした点から取り組んでおるところであります。しかし、諸外国と比べましても、男女共同参画、まだ道半ばと言わざるを得ません。で、文科省では関係省庁とも連携して、さらに充実を進めてまいりたいと思うんです。で LGBT でありますけれども、この性的指向とか性自認をはじめですね、個々人が、 持つ多様な背景にかかわらずすべての人がお互いを尊重し誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会を目指す取り組みっていうのは本当に重要だと思いますでこのため文科省では学校教育や社会教育における人権教育を通しまして多様性に対する理解自他の人権の尊重等の態度を育むですね取り組みを進めるとと,ともに 性的指向や性自任へのきめ細かな対応にするよう、教職員向けの啓発資料や支援の事例を提供するなど、理解増進に努めてきたところでありますが、さらに努力をしたいと思います宮田裕香君。 はい今、大臣から人権教育の必要性が語られました、そこでやはり私、子どもの意見表明権など、子どもの権利を明確に定めた法律が必要だと思います。LGBT への理解はもちろん、例えばいじめの被害者いじめの被害者になっても、子どもの意見や辛さを聞いて、問題を解決できる教員や専門家があまりにも少ないのが現実です。まだ また、理不尽な校則、いわゆるブラック校則を変えようと、児童・生徒が声を上げても十分に尊重されず、その後、声を上げることを諦めてしまう子どもも大勢います。国立青少年教育振興機構が2021年6月に発表した、日米、中韓4カ国の高校生に対して実施した意識調査によると、学校の校則は生徒の意見を反映しているかという問いに、 反映していると答えた日本の高校生は、わずか16.6%と、大変低い結果になっています。これは学校や児童相談所だけの問題ではなく、社会全体が子どもの権利を軽視し、それを守る仕組みを作ってこなかった結果だと思います。こうしししたた現状をを変え子がが生まれながらににてて持っている権利を尊重し大人たちと共に より良い社会をつくっていくためには、子どもの権利を明確に定めた総合的な基本法が必要だと申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました 宮口ちゃん。